待ってます。どうも、篠原です。今回ですね、マークモスで、まあ、失敗したという人に向けて話したいと思います。まあ結論から言うと、気にしなくていいよっていうことなんですよ。で、なんでね、気にしなくていいかなんですけど、現役生に限っては慣れてないからです。もしね、浪人生で、かつ、もっと二浪とかしてて取れなかったっていうのは、もうこれはもう、まあ、勉強不足ですね。それは勉強不足なんだけど、まあ現役生だよ。まあ浪人1年目まではまだ許せるかな。慣れてないものをいきなりやれって言われてできるわけがない。だからマーク模試でできなくてもそんなに気にしないでほしいんだよね。で、何を気にしてほしいかっていうと、何点だったかではなくて、何を間違えたかです。で、何を間違えたかっていうのはこれから直していかないといけないので、点数ではなく内容に注目して、これからもね、勉強頑張っていってもらえたらなと思います。ということで、マーク模試で取れなくても気にするなということです。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。